甲子園会館は兵庫県西宮市にある近代建築。フランク・ロイド・ライトの愛で支援同心の設計により、1930年に甲子園ホテルとして竣工した。しかし、太平洋戦争の激化により、ホテルとして営業したのはわずか14年である。1965年より、向川学院の所有、向川女子大学の学者として利用されている。2007年に、 国の近代化産業遺産に認定2009年に国の登録有形文化財に登録された。周囲は西宮7園の一つ、甲子園地区の上甲子園地区にあたる。向こう側右岸の堤防に沿って、邸宅の並ぶ高級住宅街であり、その中でも一際目立つランドマークとなっている。甲子園ホテルは1930年、関西屈指のリゾートホテルとして、 西宮市の向こう側沿いに開業した。フランクロイド・ライトの衣装を継承する独創的な名建築で、屋根には淡路山の緑の瓦、日化石と素焼きタイルの壁、ホールの光天井に市松講師の障子、シンボルの内での小槌のオーナメントなど、洋式建築に巧みに和の要素が取り入れられ、華麗でモダンな姿は、 東の帝国ホテル、西の甲子園ホテルと並び称された。皇族、閣僚をはじめ、文化人や海外の要人が宿泊。大リーガーのベイブルースらも利用し、舞踏会では作曲家、山田耕作がオーケストラを指揮したと言われる。しかし、太平洋戦争の激化で1944年に国に接収され、海軍病院となった。終戦後は、 アメリカ新中軍の商工宿舎として10年にわたって使われ、その後は旧大蔵省が管理。1965年、由緒ある建物を管理保存したいと学校法人、向川学院が国から譲り受け、同学院甲子園会館と名付け、一部改修して教室として利用。見学者を受け入れ、近年は市民向けオープンカレッジとしても活用されている。 建物は平成20年度の県の景観形成重要建造物に指定。2013年度の同古網もジャパン選定日本におけるモダンムーブメントの建築にも選出された。ありがとうございます。